皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回のビデオはですね、1974年に創業した自転車ウェアブランドの老舗であるカステリからですね、インドアトレーニング専用のというか、インドアトレーニング向けのジャージがですね、僕のもとに届きました。そして今回のウェアはですね、なんとクイズにですね答えていただき、応募していただくと3名の方にこのジャージをプレゼントするという素敵な企画になっております。今回のビデオ最後までぜひご覧ください。それでは見ていきましょう。さて皆さん、アンボクシングビデオとしてね、ここにね、カステリ様から届いたお荷物がですね、僕の元にあるわけなんですが、カステリはですね、1974年に創業してですね、長きにわたってプロチームとのテストをしたりですね、過酷な条件下の中で、ジャージの製作を行ってきたということで、様々なですね、高性能なサイクリングウェアが、この自転車業界、マーケットにですね、出回っているわけでありますが、カステリのジャージといえばね、いわばもう自転車のウェアとしてはアイコン的な存在なのかなというふうには僕は思っておりますが、皆さん的にはね、他のブランドを好んでいる方もいらっしゃると思うので、そこは押しすぎず話していきたいなというところなんですけど、今回のウェア、まずね、開けていきます。なんかこうかっこいいね、ビブショーツ、そして爽やかな、なんつったんですか、これもうターコイズブルー的な、すごい爽やかなですね、ウェアの色となっておりますが、こちらのウェア、どうですかね、このカラー的には。ここにね、インサイダーというね、ロゴが入ってたりとか、このウェアの素材に関してなんですけど、3D メッシュというね、軽量の素材を 100%、3D メッシュの軽量 100% ポリエステルというね、素材を使っていると。ということで、水分をですね、十分に外側にこう出してくれたりとか、あとは素早くですね、乾燥できるという、メリットがあるということで、かなりインドアトレーニングには適しているウェアなのかなというふうに思います。あとはですね、セミオープンメッシュといって、透明になりすぎないような、素材ということで、実際ですね、思いっきりメッシュだったらそのジャージ着る必要あるのかなんていう話になってくると思うんですけど、これはジャージとしてこうアンダーウェアプラスアルファぐらいの感じで考えてもらっていいかなっていう感じですね。なので暑すぎず、寒すぎずというところで、汗をかいた後、体を冷やしすぎなかったりとか、かなりこう考えられてね、インドアトレーニングに特化した感じなのかなというふうに思いますね。で、フルストレングスのジップということで、簡単にですね、このオンオフが可能っていうね、かなりこうやりやすいですっていうのがあったりとか、あとはですね、背面には2つのポケットがあります。なので意外これ来年の夏なんかにこのジャージを着てですね、外で、ライドをするということも十分可能なのかなというふうに思いますね。セミオープンメッシュということで、女性なんかだとね、下着とかが透けちゃったりとかね、ということをね、気にしたりとかっていうことがあると思うんですけど、そういったこともですね、ある程度配慮された形のウェアとなっておりますので、全くですね、そこの辺は気にせず、こう夏場の暑い時期のライドなんかに活用できるのかなというふうに思いますので、これ室内に限らずインドアトレーニングとしてね、カステリさんはプロデュースしてますけども、外でも実際には着ていただける、ジャージなのかなというふうに僕個人的には感じております。実際にですね、僕もズイストのトレーニングの際にこのジャージを着て走りましたけど、特にですね、違和感なくというか、ストレスなく、暑いって言ったら暑いんですよ、インドアトレーニングなんでね。アデレード今夏なんで結構暑いんですけど、扇風機を回して、通常のジャージに比べたりとかと比べたりとか、あとはアンダーウェアだけを着てライドしてるとき、ライドというかインドアトレーニングするときに比べても、特にですね、大差はない、かなり快適にライドができる、トレーニングができる素材となっているのかなというふうに思います。そしてこちらの重量に関してなんですが、なんと88g です。軽い、めっちゃ軽いですよこれ。
はい、まあ、軽くて爽やかなこちらインサイダージャージ、まあ、上着からね紹介させていただきましたが、注目していきたいと、まあ、注目してほしいなというふうに思います。この後はですねビブショーツに関して説明していきたいと思います。さて次にね皆さんに紹介するのがですねこちらです。インドアトレーニングを考えて作られたビブショーツと、まあ、インサイダービブショーツということで、まあ、僕が履くのは S サイズとなっておりますが、こんな感じでね、見えますかね、インサイダーというね、ロゴが入っていて、まあ、いかにもインドアトレーニング大好きですみたいなね、雰囲気がちょっとあったりするんですけど、パッドに関してなんですけど、まあ、インドアトレーニングというとやっぱりね、汗かくじゃないですか、めちゃくちゃね。でその時にこう股の部分ね、大事なところに、まあ、水分とか、まあ、汗がね溜まりやすくないかとか、まあ、そういったことも考えて、まあ、パッドはですね、キッセア2パッドというね、製品が使われております。まあ、通常の、外で走る時に履くビブショーツと比べるとちょっと薄めのパッドで、まあ、蒸れにくくなっているというところですね。そういうことをね考慮されて、まあ、このパッド、キッスパッドというねものが選ばれておりますけど、実際にこの普通の普段履いてる外で履くようなレーサーパンツに比べるとかなり薄く、仕上がってる感じがします。で、実際にですね履いた感じもなんかレーサーパンツ履いてないかのような、まあ、履き心地で、まあ、快適だなというふうな印象が僕はありました。でここポイントだと思うんですけど、太ももの部分の止まっ、なんつったらいいんだろう、袖の部分ですか、足の裾の部分がですねこれメッシュになってるんですよ。まあ暑さに、対応する、まあ、暑さを考えてですかね、こういった薄手の、素材をですね、使用することによって、そのまあインドアでね走ることによって気温というか体温がすごく上がっていくと思うんですけど、そういったことも考えてですね、その体温上昇をなるべく抑えるような形で、このビブショーツが作られているという印象があります。これねちょっと見にくいと思うんですけど、そうそう、これ透けてるんですよ。こんな感じでなんかすごい考えられてインドアに特化してですね作られてるなというふうな印象があります。実際にこう僕、履いてですね、ズイフトのレースとかも走ってみましたけども、大変、快適で、なんでこのジャージ、まあ、こういったジャージがですねもっと昔僕が選手だった頃からなかったんだろうよっていうね、はい、そういう気持ちになりましたけど、大変このインサイダージャージ、そしてインサイダービブショーツと、この2点のですね優れた製品、いいなと僕個人的にはすごく満足しております。もしですねインドトレーニングすごくやられる方なんかでジャージの選択、まあ選び選択って荒語じゃないですよ、ジャージをどういうものを着たらいいのかっていう選択ねがちょっと悩んでるなんて方は、これ結構ねおすすめです。なのでちょっとね一択に入れてほしいなというふうに思います。これビブショーツに関しては、重量が 172g ということで、まあまあ軽くというか、重量的には軽いなというふうな印象ですね。ジャージはちなみにもう一回言いますけど 88g、 めちゃくちゃ軽いです。ということでね、この上下の、インドアトレーニングに特化した、ジャージ、皆さんに紹介させていただきました。はい、ということでこれ最後になりますけども、こちらのジャージに関しては、YouTube 今回のビデオの概要欄に、リンクがありますけども、そちらのリンクに入っていただいてアクセスしていただいて、あるというかこれから言いますけど、そのクイズにですね答えていただいて、正解された中から、3名の方にですねこのジャージをプレゼントするという企画が、ありますので、ぜひですね、最後まで、クイズに答えていただいて、こちらの素敵なジャージ、爽やかなジャージゲットしてほしいなというふうに思います。肝心なクイズでございますが、よろしいでしょうか。はい、こちらのインサイダージャージの素材は何という素材でしょうか。っていう感じで、はい、ここまで話してきたビデオの内容の中に僕が素材の話を1回だけしてますので、そちらを確認していただいて、クイズに答えていただき、
ぜひこの素敵なジャージゲットしてください。よろしくお願いいたします。さて今回のビデオはですね、カステリのカステリ社がですねプロデュースしたインドアに特化したジャージになりましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。今後ですね、まあ、コロナウイルスの関係もありますが、インドアトレーニングはですね今一層やらなきゃいけない、まあ、インドアトレーニングに特化した形でトレーニングをする機会が増えてくるのかなというふうに思いますので、ぜひですね今回のインサイダージャージ、まあ、クイズに応募してねゲットしてもらうのもよし、自らですね購入していただくのもよし、それはですね視聴者の皆さんにお任せいたします。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画もですね楽しかったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん次のビデオでお会いしましょう。さよなら。コロナには気をつけてください。バイバイ。